本当の日本の実体経済が95年はこの数字だったってことなんですなぜこんなに日本はすごかったのか皆さんの人生誰かにコントロールされるんじゃなくて自分で意欲的にやっぱり生きて持って捉えた瞬間にあなたは奴隷じゃなくなりますこれ中国の周辺国でこれからいろんな火花が起きますけどもこれってみんな日本のの石油とか資源の輸入ルートなんですよ実は戦争するときにすごく重要な情報ですよね これだけっていいす。あらゆる選挙で、三人の中国が一番かかるな一億なきゃできません。意識改革は私たちがやらなきゃだめなんですよ。政治家が意識改革をやったら、洗脳だと言われるじゃないですか。 p j s おはなみさ様、こんにちは。神ス・澤平です。本日もニュースでわかる知性学をお送りしていきたいと思います。講師はポギま先生です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。無ぎです。します。数回にわたって、まあ中国の DS というような形でですね、はい、いろいろ、えー、もう中国の話は始まったはずなんですが、いつの間にかアメリカに話が行き、いつの間にか日本につながり、はい、みたいな、はい、そんなことで、どんどんどん相関関係性が広がってくるんですが、今回もう一度、あの、 元々ンンもともとのバ板の話戻ってですね,チンバンね。珍板、はい、ちょっと珍板について解説いただきたいと思います。あのー、僕ね、これチンバ板ってね、BLM だと思ったんですよ。はい。BLM? はい、えー。あるいはアンティファでもいいアンティファはい。つまり、あのー、すぐ暴れちゃう人たち。暴 <laughs> <laughs> れちゃう人たち。で、はい、彼は、あのー、実は、 まあ、もちろんね自分たちの意思でやってる人もいるんでしょうけども、はい、ほとんどは空に困っていて、うん、でどこどこでデモやるから集まれとか言われて、はい、そこに行くと、うん、あの日東が出るんですよね、はい、あれ沖縄みたい,な <laughs> いやこれあの多分世界中そうなんですよデモとかやってるあれ自然発生的に見えて実は全部スポンサーがいてですね、はいはい だから、その、ちゃんとお金が出ないとですね、逆にそのスポンサーに噛みつくとかですね、うん、これ前お話ししたように、その、あのアメ,アメリカのあの人たちがですね、えっ、ー、と、ジョージ・ソロス、金払えてとか言ってるとかね。なんか最近民主党を襲ってますよね、彼がね。はい。な、はいうんか金が止まったんですよ <laughs> <laughs> あんなに頑張ったのに。<生>そうそう、姉頑張ったのに。<laughs> うん。だから、えっ、ー、と、それとよく似ていて、だからアメリカの場合には、その、いわゆるウォール街、 それから民主党政権がこう上にいて、はい、その下にあの活動家がいるっていう図式ですけれどもで同じことが19世紀のチャイナでも言えてですね、はいはい、でその、まあ、ウォールガンにあたるのが石膏財閥でで、えー、この政治権力の方が、まあ、国民党で。はい でその下で、まあ、実行部隊となったのが、これがチンバンということですね。うん、なるほど。ほどえー、それで見えるんですね。うん、はい、はい。紹介席は、この国民党とチンバンをこう行ったり来たりしてるみたいな、はい、そんなふうに私には見えますけど,、ね、な,るどなるほど、なるほど。はい。それ、はいはい、で,で、えー、一応あの、ボスをね、ご紹介しようと思って。はい。沈 <laughs> ン,ンのです、ね、はい。えっと、こちらにあの、3人お姿を乗せました。はい はいちょっと日本語読みしますねコウ・キン・エイ左側トゲッショウ真ん中それからチョウ・ショウ・リン右側チョウ・ショウ・リンこれ怖いですねこの人ねなんか見かけそうですねこういう母数怖いですね怖いですねうんコウ・キン・エイはすごく名前が神々しいですね名前がねそうですね黄金栄えるそう多分親が考えたんでしょうねはいはい で、この人たちの、まあ、お仕事が、えー、と3つありましてですね、はい、で、1はもちろんアヘンです、ドラッグですね、うん、それから2つ目がギャンブルです、はいはい、3つ目が、えー、と売春です、ドラッグ、ギャンブル、売春で、うんえと、上海を仕切っていました、うんはい、で、その爆弾収益があるから、それを国民と政権に見ついて、で えと必要があれば用心ただそのまだその国民党政権の権力が固まる前、まあ、内戦があったので敵対する軍閥にですね、うんあのー、襲われたりするんですよ。はいうん、でこの、まあ、この陳番のボスだったですねこの一番左側のですねう、えー、さん。はいえー 小小金さん、はい、小金ささんんって言い。ましょうか小金さんがですね、この群末に捕まっちゃって、ボコられたことがあるんですよ。はい、で、その時にですねあの、助けに行ったのが部下だったこの棘師匠っていう若者で、だから若いですね、すごくね。うん、で、それであの、よく来てくれたっつってで、このボスがこの若い棘師匠とですねあの、義兄弟のちぎりを交わすい、はいあの。義兄弟って何かというと、中国維新はですね、基本的に血縁関係しか信用してないんですよ。うん だから血縁じゃないやつはみんな敵なんで血縁関係ない人と手を組むためには兄弟になるんですね。であの三国志の冒頭のシーンですね。で劉備と張飛と漢吾が義兄弟になって我ら三人生まれた年月日は違うけどもシスは共に死せんと酒を飲むっていういいシーンがありますけどあんなことやったようです。はい で、えー、これが、その、だから、まあ、実質の都市長が、戸下師匠が後継者になりましたということですね。うん、で、えー、と前回出てきた介石が共産党をボコったんですね、上海クーデターの時の、えー、実際に手を下したのが戸下師匠です。で、部下の配下のヤクザを使って、数百人の、えー、共産党党員をですな、ね、ぶ、まあ、り殺しにしたという、まあ、ことをやりました。はい、はい えー、で、その功績をあの評価されて、障害者席からですね、えー、国民党軍のですね、少々のくらいを守っていた。<laughs> ヤクザのボスがですね、はい、少々になっちゃったっていうね。うんはい そして、えー、30年代になるとですね、もう有り余る富があったので、で銀行を開きますと。はい、それでも余って,余ってるんで、うん、あの心を入れ替えてですね、慈前事業始めてます。<laughs> で、なんか、あの、労使紛争が起こ,起こると乗り込んでいって、まあまあまあとか言って、なんか仲裁するとか、なんか急、はい、にいい人になっちゃったみたいな。うんえー、これ、トゲ師匠ですね。はい。それで、えっ、ー、と、1937年に日課事変が始まりました。はい はい、で、日本軍が、えー、と上海から南紀にこう攻め込んでいきますと、はいうん、そうすると、えー、と彼らの沈盤はですね、まあ、その財産を守らなきゃいけないので、要するに日本が勝つか、えー、国民党が勝つかわからないじゃないですか、はい、だからまた例によってこの危険の分散をするんですね、それで、渡月賞が昭和解と一緒に逃げます。 最終的には銃剣まで逃げてですね武器がないからアメリカやイギリスから武器を仕入れて諸月に送るという延焼ルートですねあれを実務やっていたのがこの渡家師匠さんですね。それから3人目の張正林さんこの人は日本が勝つかもしれないからじゃあ残るって言ってその日本軍占領下の敵が。 ね、はいうん、だから王朝明ともつながったわけですね。はいはい、で最終的に日本負けましたので、はい、で,で、えー、とーまあトゲ師が勝ったわけですよ、はいうん。ところが今度は共産党との内戦が始まっちゃってですね、うん、で結局蒋介石は、えー、と台湾に逃げちゃったので,、はい、でこのトゲ師匠のルートが途絶えちゃってですね、うん、で、えー、と最終的に、えー、と彼はですね 香港に亡命するんですね英え、香港にそれからほとんどのチンバンさんたちは台湾に逃げて今でもご活躍のようですけどもという流れになってくるとだからもうあのあれですかねこの黄さんの地盤というかあれは全部渡月橋がついで持っていくっていう形ですねうんうんうん あれですね。うん、香港を掘っていくと、うん、トゲションの名前僕なんか聞いたことがあったので。トゲショ結構有名ですね。はい。うん,うん、うん、あの延長ルートの話は、はい。あのその時に名前が出てきたりもしてたんですけど。うんうん、だからあのー、香港をしきっているのも要するに同じですから。うん、はい、だからあのモータクはなんですぐにその香港の回収しなかったかというと、まあこいつらをまあ泳かしといて、はい。で 直接ね、アメリカとここなかったから、香港ロードで資金を得ようとしたんでしょうね、毛沢東ね。なるほど、ちょっと話は変わりますが、蒋介石って、西安事件で小学寮に軟禁されて、国境合作やるじゃないですか、その背景は、何かかご存知ですあれは共産党ですよ、まさに共産党に脅されたと。そそそううう だからあの戦時権の首謀者の聴覚量が表向き群閥ですけども、はいうん、あれは隠、ま、れ、あ、共産党員みたいなもんですからでもそれで屈してしまったと、うん、いや蒋介石は屈してないですね、うん、あの,ー、あの要するにあの,あの時の状況っていうのは、はい、<laughs> もう満州人始まっていてで,、えー、とでも国内で 国民党蒋介石が共産党と内戦やってて、はい、だから共産党としては生き残るためには、その蒋介石と若い、若いっていうか連合して日本と戦い,、はい、いたいということ。で、それに応じない蒋介石を、うんまあ、逮捕監禁してですね、で、えーと、日本と戦うって言わなかったら殺すって言って脅かしてですね、蒋介石は渋々、うんうん、方向転換をするんですけれども、はい、でも脅されたわけですから本心じゃないですよ。 だから、介石、まあ、石膏財閥は日本をどう利用しようと思ったのかないつも考えるんですよね。うだからね、そこはね、あのー、もっと日本はですねこの石膏財閥とうまくやる方法があったんですよ。はい、だって、反共産主義ってことでは組めるんだから。はい、そうで、しょ、うん、で石膏財閥、国民党を叩くってことは共産党をのさばらることになったんですよ、ね、実際に。はいはい そう。ですだからその辺はですね林千春先生がこのよいまろの周りの共産主義者が一層許さなかったんだと手を組むことをねので泥沼に持ってったという言い方をねよくされますけどだからもっと大きな話をするとアメリカ民主党に潜り込んでいる共産主義者たちいわゆるニューディーラーい。もう。 つがってていでまあその司令塔はモスクですからだから日本と国民と蒋介石をぶつけて共れさせて一気にチャイナ共産化できれば日本も共産化というプランがあったと思いますよね。ということですまあのでそこら辺のところが分かってるから戦後ですね根本さんとかが台湾行って金本とかでばっちり戦ってくれたと。 そうじゃないとで、だって介石と日本軍戦ってたわけじゃないですか、そこの敵が困ってるからまだ助けに行くっていうのは、僕、すごく最初、矛盾してるなと思ったんですけど、本当にね、近衛内閣、だめですね、近衛内閣が介石で和解できたんですよできましたね、あの時の状況を見たら、石原幹事が仲介するって言ってるんだけど、それを近衛総近の風間昭が潰すんだから、はいそうなんですよ。 風間明ね。うん、で、彼のやっぱ掘っていくといろんなの出てきますからね。いうということでね、あのーまあ、話が中国から日本にも行きますけども、でもやっぱり同時期の,その中国でありアメリカであり日本のこの状況を見ていかないと、さっきの対戦の背景も分かんないですよね。わけわかんないです、うん、あのー それ、背景がないい、と、ははい、日本はバカでしたって終わるんでですよそうなんです <laughs> でも僕は昔し何にも知らない時はそう思ってましたもん僕 <laughs> 思うてましたでも調べれば調べるほどですね、うん、どんどんつながりが見えてくるからですね、うん、もうそうなると180度視点が変わるんで、うん、特に現代史っていうのをねあの国単位で見てると駄メなんですよ、ね、はいそう思いますはい人物でね、うん、相関関係とかで見てた方がいいですよね いや、まさにですね、今日の会も、まあ、グランドスラディンをですね。考えるためには必須の、はい、えー、っと、情報ではなかったかなというふうに思います。はい、はい、ご挨拶ありがとうございました。自分たちでやるということなんですよ。政党ってこういう仕組みになってたんだと、こうみんなと一緒に、こう、もう本当にフルロッグって。どういう政治をやってほしいのかっていうことを、国民の側が考えて。 理想の政党をみんなと考える。